正末は、新末の官僚、将軍の指揮官。字は、泉。湖南省省国県出身。若い時から保守的な距離と合わず、司法を旅する生活を送ったが、皆、豊かの初めに将軍に加入した。最初は、祖国藩の直属部隊にいたが、1854年に、羅、沢南の部隊に転じ、厚生省、湖北省で、太平天国軍と戦い、 先行により、地府に任命された。1857年、厚生巡部、楽兵省の招きで、厚生省で大政国の鎮圧に加わり、動員に昇進して、バトルの称号を得た。1858年には大政国から劉州を、奪回した。1859年、太平天国の石立海軍が、湖南省から厚生省に進出したが、援軍として、 ケーを守ったため、後世アゼチ、さらに、後世不正史となった。その後弾劾されて、降格となったが、石立いの武将の一心吉や河県の賃金を破り、1861年に、後世アゼチに戻された。さらに同年、大政国を滅ぼした後により、後世不正史となった。その後、石膏不正史に転任となって、節相と草相当のもと、 甲州を奪回するなど太平天国との戦いで数々の功績を立てた。1864年に佐藤党が福建省に太平天国軍を追撃すると正松を石膏巡部代理に推薦した。正松は巡部として減税や推理事業や学校の創設を行った。百六十六年関東準部となって用務運動を進め、 造船工場を設立した。しかし、両高層特随林と合わずに弾劾され、降格された。その後、佐相党の群中にあって、西北遠征の計画と連絡にあたった。死後、厚生省時代の功績によって、準部の管理に,に戻され、花瓶の死亡を送られた。ありがとうございます。